こんにちは。すみません。あれ、このロープウェイ使わなくても山登りできないですか？できます。どちらからなります？ここの道沿いにロープウェイの終着のところまで2時間ぐらいだそうです。はい、歩いて。わかりました。誰も行ってないみたいですよね。先ほどなんか家族連れの人が上がって行かれてましたね。あ、そうですか。はい。わかりました。自分も今から行くんですか？はい、行きます。一緒に連れて行っても。自分も初めてなんでちょっとあれですけど。わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、どちらから来られたんですか？私出身のネパールです。ネパールですか？はい。この旭川じゃなくて東川に来られてるんです？うん、私ないです。あの赤びらの方。ああ、わざわざ今日こちらに来られたんですか？はい。頂上まで行くんですか？一応ですね、行く予定なんですけど、はい、降りるときはロープウェイ使って降りたいので、なので、頂上まで上がれたら多分4時間ぐらい、順調に行けば多分4時間ぐらいで上がれると思うんですよね、こっから。行ってくれ。はいはい、なので降りるのにロープウェイのところまで多分2時間かからないぐらいだと思うんですよ。なので夕方の5時半がロープウェイ最終便だそうなんですよね。はい、熊とかも危ないですか？だからですね、ちょっと趣味だけですか？まあなんか仕事の関係でもやってます。趣味って言っても、はい、たまにですね、たまに登るぐらい。たまにちょっとどっか行って。いますね。魚みたい。いいですよ。あ、大丈夫です。一緒に行きますんで。
もうちょっとですね、はい、こちらの方まだきついかもしれないです、はい、上りですね。傾斜が結構急わかりました。아니발라졌어서다오오이들다나도아니발이왔네많이빨라졌어서야얘도겉트레인으로있어가지고일이포기지네와여자 기어 에이 마트리스 와라 여기서 나오더래지
こんにちは。頂上までこれですか？頂上。はい。頂上までこれですか？あ、頂上ではなくて、こちらはあの標高1600メートルのところで、頂上まではあそこに道がまたあります。あ、わかりました。ありがとうございます。ピークまで行きますか？はい。で、どうですかね？雨予報もあるんですけれども。はい。やめた方がいいかな。ちょっと視界が悪いんですよね。ああ、そうですね。でも一本道なので、はい、道迷いすることはないかなと思うんですけど。わかりました。誰が行ってる人います？いないですか？こういうような天気では気温が13度ぐらいで、はい、風が15メートルぐらいなので、はい、体感気温はマイナスだと思います。わかりました。どちらの方ですか？ネパールです。ネパール。はい。ネパールだったらこの山低いでしょ。低いです。そうですね。でも、レイニーあれば全然いけると思います。あ、あります。はい。雨はずっと雨ですか、これから。そうですね。明日はちょっと午前中晴れてまた雨だそうですね。はい、今日は山頂まで。山頂。はい。多分、あそこから往復で4時間ぐらいかかるんですけど、多分早いと思うから、もっと短時間で来ると思います。わかりました。はい。帰るときはロープウェイで帰ろうかな。ああ、確かにそうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。普通の靴で来たんですけ ど、 あ、なるほど、まだ雪残ってて、まあそこは雪ないんです。あ、ないですか。ちょっと水、この辺のはちょっと水溜まっているんですけど、はい、山頂までの道は雪ないので。わかりました。またどれぐらいですか？4時間ぐらいかかります？往復で4時間ピストンこう出てきました。僕はビジターセンター職員なので、はい、こちら。あ、はい、はい、僕は韓国人なんです。韓国人ですか？日本で溜まってました。いやいやいや、日本語めちゃペラペラですね。何年目ですか？5年目です。わー、恥ずかしい。気をつけて。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。天気悪いですね。どこまで行きました？あの、そこの姿見の池のとこ。あ、あちらまで。あの山は今日は登れないらしいから。あ、誰もいないですか？もう。あそこ途中雲がかかってる手前まで登るしみたいな。まだ何人かいますけどね。あ、わかりました。登っていく人もあんまりいない。ありがとうございます。ギブズしてた。